はい、どうみさん、こんにちは。続きましてね、大井町線の方を紹介していきたいと思います。こちら、グリーンマックスの3697、大井町線黄色テープ付き5両セットと。8500系のね、大井町線買うのは正直俺これが初めてなんですよね。よいしょ、あかん、開いた。では一応ね、まあ、5両セットだけど、まあでかいケースになってますね。でね、これすごいんですよね。初めてこの大井町線のやつ買ったんですけど、まあ出来がいいんですよね。よいしょ、あーむずい。よいしょ、まあ、ちょっとね、今回はね、全車両、紹介していきます。こちらがどっちだ、黄色の紙邪魔。よいしょ、こっちが、大井町寄りか。こっちが大井町寄りの先頭車になります。一応ね、田園都市線と変わんないところとしましてはね、この東急の、会社プレートとね、車号はね、入っております。で、一応その下にね、各ドア、右側にこの大井町線のね、ロゴが入ってるんですね。これすげえな。で、しかも一応前面もね、大井町線の黄色と、赤のカラーリングでこちらも入っておりまして、反対側もね、ドアの右側に、入っております。これすげえな。で、クーラーがね、これ確かあれなのかな？給水用とかになってんのかな？俺の記憶だと。違ったっけ？ちょっとお待ちくださいね。調べてみます。確かクーラーがね、給水系用のタイプだとは思うんでございますでございますが、一応調べてみます。グリーンマックスの30。いくつだっけ、697か。30697。クーラーはやっぱりあれですね、8637編成以降の、特徴再現性はやっぱ9000系と同じクーラーになってますね。ってことはこいつ何番だ、37。なるほど、つまりこいつは2本目ってことか、ある意味。でもね、とりあえずね、まあ一応ね、パンタグラフは、あ、パンタグラフじゃねえ、今回からね、屋根状機器とかも全部ね、さっきの電灯してもそうなんですけど、つけるようになったんでね、あれなんですけど、今回のね、この東急9000系、ちょっと問題なんですよね。9000系のクーラーって色差しがしにくい。すっげえ問題なんですよね、これが。まあ一応ちょっとどうにかしてね、色差しの方にもしたいと思うんでございますが。で、こちらがね、モーター車になります。まあでもなんか似合わないっすね。8500系に9000系用のクーラーって。で、あれなんですね。大井町線のって新版になってるんですね。一応こちら。車番がついてて。パンタグラフがね、ありますんで。うん、そうですね。まあ、ちょっと綺麗に上げるのが得意ではないんで申し訳ないですけど。これはすごいな、本当に。ちなみに今まで8500系の大井町で出たことあるのかな、俺ちょっと知らないんで申し訳ないんですけど。本当にね、出来は結構いいっすよ。よいしょ。まあ、ただ値段がね、これ3セット全部買ったら、5万ちょっといくんですけどね。ちょっと値段としてはね、本当に高いんでご注意くださいね。まあ、でもね、値段が高いけど、いいんじゃないですかね、全然。俺は全然気に入ってるんでね。まあ、かと言いながら、大井町線と田園都市線の2000系だっけ ?2020 系か。あれ買うかって言われたら、俺、ちょっと悩むんですよね。まあ、そんなことは言って。で、こちらがね、3号車の、左派になります。まあ、これ左派でいいんだよな、3号車で。まあ、ちょっとどっちがどっちだか俺わかんない。面白いですけど。8975号車。やっぱりクーラーが9000系ってすごいね。でも、大井町線。これは色差ししてえな、思いっきり。これあれですね、貫通ホールつけたいですね、このでっかいやつなんかあったら。なんかあんのかな、これ用に合う貫通ホールって。ちょっと探しましょうかね、今度、どっかで。まあ、秋葉原とかグリーンマックスストア行けばあると思うんですけど、ちょっと今度行きたいな、秋葉原。夏ぐらいに行こうかな。スマートファルコン。スターホースポケットやりながら動画撮ってちょっと申し訳ないですね。そして、こっちが、溝の口用のね、先頭車との、対のモーター車になります。一応ね、中身はそれらしいでございます。
ガラスにゴミついてた。一応ね、こちらもまあ綺麗にね、ロゴ等が印刷されております。本当にいい出来だね。なんかね、8500系ってそもそも若干プレミア価格がついてたんですよね、ノーマル塗装だけは。意外とね、ヒューズボックスとか楽器ってそんなにプレミア価格ついてなかったんですけど、なんか高いんですよね、ノーマルのやつだけ。ピントが悪いかもしれないですけど。一応こんな感じでございます。で、まあクーラーもね、8500系とは似ても似つかないようなクーラーでございますが。そっか、9000系のクーラーつけてるんだ、一部車両って。初めて知った。多分これが製品化発表されたとき動画にした記憶があるんだけど覚えてねえ。で、ちなみに今日が3月の8なんで、そろそろ加藤から新製品発表出そうだ。多分月曜日かまた。そしてこちらがね、溝の口用の先頭車両になります。まあ溝の口というか、どこにしようかね、行き先。まあ一応ステッカーも後で紹介はします。一応ね、こちらも、綺麗に印刷されております。で、まあこんな感じですかね、側面は。一応ね、先頭車両のパンタグラフも、ね、審判になっております。長津田のジオラマ作りてえな、どうにかして。車庫再現したらえれえことになるけど。あれ、東急の田園都市線の見取り図って何かの本買ったらついてたはずだな。ちょっと今度はしら探してみよう。確かずいぶん前にね、ブックオフでね、100円の本買ったらね、小杉と元住吉の車庫のなんか画像があったんですよね。今のか、あの古い、あの地上時代か忘れちゃったの申し訳ないですけど。まあ、とりあえずね、デート車はこんな感じになります。そして、デート車の方のステッカーが、一応ね、優先席とか全部ね、あれ共通なんで飛ばしますが、行き先、大井町と溝の口。しかも、確定、これか、あれか、青確定と緑確定か。違ったっけ？多分そうですね。青角と緑角。しかもすごいのがね、ローマ人札のステッカー入ってんだ。それならまあ、確かにね、8500系、そんなに急行ダイソーすることもないっすけど、だとしても、大井町溝の岸でこのパターンか。これはでも面白そうっすね。漢字表記と英語表記、バラバラにつけるのも。まあ、多分そんなことやる必要少ないと思うけど。俺どうしようかな。溝の岸行きにしようかな、俺は。まあ、個人的にね。はい。はい。というわけでね、まあ、商品レビューはね、この辺になりますんで、一応ね、まあ、付属品取り付けは、まあ、そんでも、基本的に付属品変わらないんで、まあ、そんなに取り付けもね、紹介してもあんまり意味ないですけど、まあ、ステッカーの取り付けだけはね、ちょっと紹介したいかなと思うところがあるんでね、ちょっと紹介したいと思います。でもね、あとちょっとでね、2時になるんでね、宅急便来終わったら、続きの動画撮りたいと思いますのでお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。